仕事が終わり帰宅準備をしていると息子が通っている高校から電話が入った。息子くんが交通事故に遭い、今病院に運ばれている。驚きの内容に動揺するイッチ。タクシーを捕まえ、移動中に夫に電話するが、夫は心ないことを言った。俺は仕事があるから無理、今日は帰れないから。病院に到着し、医師から診察結果を聞いたイッチ。イッチの息子は入院することになった。次の日、加害者だという人が病室にやってくる。その人物とは、息子が交通事故で緊急搬送。事故った相手の正体を知った結果、私はイッチ。建設会社で事務の仕事をしていて、7歳上の夫と高校生の息子が一人いる。夫は絵に描いたような亭主関白で、頭が固く家事や子育てを手伝うことは全くない。それは女の仕事なんだっていつも言っている。ほんと、時代錯誤も甚だしい。それなのに、今の女は外で働くべきだって言っている。まあ、仕事を辞めずに済んだからこれは良しとしよう。そういえば、育児休暇中には俺の金で生活できてるんだぞっていつに言ってたな。生活費なんて渡されてなかったんだけどね。育児手当をもらっていたからなんとかなったけど。でも、こんな父親でも息子には必要かなと思っていろんなところに目をつぶって生活してきた。ごめん、愚痴が多くて。おっと、廃品回収に出した方がよくね。うわぁ、亭主関白とか絶滅危惧種だと思ってたけどまだいるんだね。いや、息子でもそんな父親はいらんだろ。どうやら、息子には見事に反面教師になってるみたい。この前、こんな父親にはなりたくないと言っていた。こんな夫のことをちょっと聞いてほしいんだ。オッケー、正座して待ってるから。なんだよしょうがないな、聞いてやらないこともないぞ。ありがとう。とりあえず足は崩して楽な姿勢でよろ。仕事が終わり帰る準備をしているとき、スマホが鳴った。画面を確認すると、息子が通う高校が表示されている。息子が何かやらかしたかと思って電話に出たが、先生から聞いた話は私の予想を上回っていた。警察から連絡がありました。息子くんが交通事故に遭われて、今病院へ運ばれているようです。え、交通事故って、息子は無事なんですか？こちらも状況を把握できてないのでわからないです。私も今から病院に向かわせてもらいますね。わかりました。私もすぐ病院へ向かいます。息子が交通事故。まさか、大丈夫だよね。電話を切った後も手の震えが止まらない。両手をぐっと握る。不安な気持ちが心の中で渦巻いていた。急いで会社を出てタクシーを拾い病院へ向かう。夫に連絡していないことを思い出し、電話をかける。何？仕事中なんだけど。驚かないで聞いてよ。さっき学校から電話があって、息子が交通事故に遭って病院に運ばれたって。心なしか自分の声が震えているように感じる。そりゃそうだ、愛する息子が事故したんだから。息子の事故の話を聞いた夫も、私と同じ気持ちになってくれると思っていたんだ。しかし、現実はそう甘くなかった。それで？それで。って、思ってもない返事に言葉が止まる。いや、その、今病院へ向かっているんだけどあなたも病院に今すぐ来て。早く。今日は無理、残業。こんな時に仕事なんてしてる場合なの。息子がどんな状況かもわからないのに。私は声を張り上げてしまった。夫の心ない返事に怒りが込み上げてくる。だから、俺には大事な仕事があるんだよ。子供のことは全部お前に任せてるだろ。そんくらいで電話してくんな。そう言って夫は電話を切った。息子よりも仕事かよ。怒りが収まらず、スマホの画面を睨んでいると。息子さん大丈夫？とタクシーの運転手が心配そうに声をかけてくれた。その言葉ではっと我に返る。大丈夫だといいんですけど、震える声で、そう返すのがやっとだった。病院に着き、タクシーの支払いを済ませ受付へと走る。担当の人が来て息子がいる部屋へ案内してくれた。部屋に入ると、白い顔した息子がベッドの上に横たわっていた。身動き一つしない。息子の名前を呼びかけても、返事はなかった。嘘。でしょ。私はその場に膝から崩れ落ちた。現実を受け入れたくなかったのか、涙すら流れない。落胆する私の耳に地鳴りのような音が響く。ふが、ガガガガガ。ん？息子から聞こえてくるようだけど。何の音？ガー、ガ。もしかして、いびき？そこへ、診察結果を報告しに医者が入ってきた。結果報告。
今、息子は寝ているだけだそうです。事故の怪我は左腕と左肩の軽い打撲だけだそうだ。車に当たって倒れた時に打ったらしい。その他の症状は今のところないようだが頭を打っているかもしれないので、念のため1日入院して様子を見ましょうと言われた。とりあえず、息子は無事だった。息子が大した怪我じゃなくてよかったな。いっち、息子にまんまと騙される。笑い話にできて本当によかったな。タクシーの運転手にも教えてあげてほしい。心配してくれてるよ、あの人。タクシーの運転手さんには、今度もし会えたら報告しようと思っている。可能性は低いけど。いっちと医者の話していた声が聞こえたのか、眠っていた息子が目を覚ました。はあ、なんかよく寝た気がする。昨日遅くまでゲームしすぎたな。目が覚めた？大丈夫？どこか痛いところはない？なんで母さんがいるの？って、俺なんでベッドで寝てるんだ？ここどこ？交通事故にあったことを覚えていないのか、いろんなことに驚く息子。あんた交通事故にあったんだよ。覚えてない？そういえば、横断歩道の信号が青で点滅してたからヤバいと思って走って渡ろうとしたら、何かが体に当たって、今ベッドの上にいる。そうか俺、事故ったのか。そういえば、なんか体の左側が痛いな。でも動かせる。ほら、見て。そう言うと息子は聖剣好きをしてみせた。でもいててと言って動きを止める。無理して動かさないの。左腕と左肩の打撲だって、頭を打ってるかもしれないから、今日はお泊まりだよ。本当に、俺病院でのお泊まり初めてだな。なんかワクワク。お化け出るかな？息子、入院を楽しめるとは楽天下だな。一気の息子、大丈夫そうだな。安心した。信号が点滅している時に走って渡るのは危険だぞ。余裕があるなら次の青信号を待った方がいい。本当に、その通りだと思う。無理に横断歩道を渡らなくてもいいのに。息子に言って聞かせておくよ。その後、息子の担任の先生が来てくれた。最初、先生の顔はだいぶこわばっていたが、元気そうな息子の姿を確認できると安心していた。それから少し話をして帰っていった。私は面会時間が終わるまで息子のそばにいた。家に帰り、夫に一応連絡しておこうと思い電話をするが出ないので、留守電にメッセージを残した。その日、夫は家に帰ってこなかった。次の日の朝、夫が家に帰ってくる。一致が息子のことを話そうとするが、夫は取り合うこともなく、着替えを済ませると休日出勤だからと言って家を出て行った。そんな夫に呆れつつ、息子のいる病院へ向かう一致。息子の病室の前に二人の男性が立っていた。あの、何かご用ですか？あ、ひょっとして息子くんのお母様ですか？はい、そうですが、どちら様ですか？申し遅れました、私こういうものです。男はそう言うと、一枚の名刺を渡してきた。名刺を確認すると、代表取締役社長と書いてある。え？どこの社長さんと思って会社名を確認する。見たことある会社名。で、夫の勤める会社だ。この度は、私が息子さんを車で怪我させてしまい、申し訳ございませんでした。我が社の社員が本当に申し訳ありませんでした。二人は深々と頭を下げる。あの、ここじゃなんですので中へどうぞ。周りの人の視線が気になり、二人を病室へ招き入れる。入るなり、二人は息子に対して謝罪をした。何事かと驚く息子。なぜか息子も正座をして頭を下げている。それから事故が起こった時の話をしてくれた。事故を起こしたのは、秘書兼運転手だった。社長は後部座席に乗っていたそうだ。会社に戻る途中の事故で、工場視察が長引いてしまい、会議に遅れないよう急いでいたらしい。気持ちの焦りもあり、走ってきている息子に気づかず、左折した時にぶつかってしまったようだ。左折時なので車のスピードは出ていなかったが、息子が気を失っていたので、救急車を呼び、病院へ搬送してくれた。警察へ連絡し事故の処理も済ませたが、息子のことが、心配でしょうがなかったそうだ。ベッドの上でケロッとしている息子を見て少し安心したらしい。お見舞いと言ってはなんですが、これをよろしければ。と言って、秘書が紙袋を渡してきた。なんすか、これ？一口羊羹です。お口に合えばと思いまして。羊羹と効き目を輝かせる息子。このスイーツ男子目が、息子よ少しは空気を読め。私は横で頭を抱える。気を使っていただき、ありがとうございます。あの、確認ですが A 会社の社長さんなんですか？はい、そうですが。
いつも主人がお世話になっております。ええ、そうなんですか。こちらこそ、いつもありがとうございます。ご主人は今日は来られてないんですか？それが、今日は休日出勤だって言って朝急いで出て行きましたよ。昨日も残業だって言って結局朝に帰ってきましたし、なんか忙しいようですね。私の言葉を聞き、社長の顔が曇った。え、我が社は残業も休日出勤も推奨していませんが、むしろ残業ゼロになるよう取り組んでますし。でも、ここ最近残業だって言って帰りが遅いんです。厄介な仕事を抱えているからって聞いてます。ちなみにどこの部署かわかりますか？総務部の課長をしているはずですが、私の発言を聞き、社長と秘書は顔を見合わせた。その部署は残業、休日出勤はありませんね。え、どういうことですか？これは夫、浮気してんな。夫は家でも外でも好き放題してんだな。なんでそんな奴と結婚したんだ？本当に、なんで結婚したのかわかんないわ。残業だって言いながら、どこで何してんだか。怪訝な顔をしている一致に、社長が話しかける。一致さん、もしよろしければ夫くんに電話をしてもらえませんか？はい、出ないかもしれませんがかけてみますね。夫に電話をかける。不機嫌そうな声が聞こえてきた。なんだよ、仕事中に電話かけてくんなよ。社長が電話を代わるようにジェスチャーで伝えてくる。夫に気づかれないよう静かに社長へスマホを渡した。夫くんですか？休日なのにお仕事ご苦労様です。ん？お前誰だよ？名乗ってませんでしたね、申し訳ない。社長の B 太郎です。なんで社長が？失礼いたしました。実は、私の秘書が息子さんを車で怪我させてしまい申し訳ないことをした。会って謝罪をしたいから、仕事は置いておいて病院まで来てくれないかな？はい、わかりました。すぐに向かいます。では、失礼いたします。大慌てで電話を切る夫。これで、直接本人から話が聞けそうですね。そう言って、社長は笑顔でスマホを返してくれた。息子は病室に置いておき、私たちは病院に併設されているカフェへと移動した。20分ぐらい経った頃、夫がやってきた。社長に恐れをなしているのか、ちょっと震えている。遅くなり、申し訳ございません。急に呼び出して申し訳ない。本当はこちらから伺うべきなんだけど都合がつきそうになかったので。この度は、本当に申し訳ありませんでした。私の秘書が申し訳ないことをした。二人は椅子から立ち上がり深々と頭を下げた。今朝から何回この光景を見たことか。いえいえ、お二人とも頭を上げてください。妻が日頃からちゃんと息子に言い聞かせておけばこんなことにはならなかったんですから。息子の交通事故と私が何の関係があるというのか？私は冷めた目で夫を見ていた。ところで、休日なのに仕事をして頑張ってくれていたとは、会社のためにありがとう。夫の顔がどんどん青ざめていく。そうだよね、仕事なんてしてなかったんだもんね。いえいえ、そんな。一致さんから最近残業が続いていると聞きましたが今、総務は忙しいんですか？どのような仕事で残業になっているのでしょう？詳しく教えていただけませんか？今後の仕事の流れも考えないといけないので、厄介な仕事と聞きましたが。いや、その、ですね。どんどん夫の声が小さくなり、目が泳ぎまくっていた。秘書がタブレットを取り出し、何やら調べていた。今確認したんですが、夫さんここ1年ほど残業はされてませんね。休日出勤のデータもないですね。それは、ですね。何？もしかしてサービス残業していたのか。それはダメだ。きちんと残業代は支払わせてもらう。休日出勤もタイムカードを押してないのか？上に立つ者がそれじゃ下の者に示しがつかないよ。労働に応じた給与はきちんと支払わせてくれないか。下を向きプルプルと震えている夫。すいませんでした。僕は残業や休日出勤はしていません。妻に嘘をついていました。秘書と社長の追い込みにいたたまれなくなったのか夫がついにゲロった。なんで一致さんにそんな嘘をつく必要があるんだ？息子さんが事故に遭った時も来なかったんだろ？そんなに大事な用があったんですか？息子さんが大変な目に遭っているのに。夫くん、君はどこで何をしていたんだ？しっかりと説明してくれないか？さらに畳みかける社長と秘書。もう夫には逃げ場がないようだ。昨日は家にいました。君の家ではないんだろ？誰の家なんだ？エイミの家にいました。エイミって誰なの？聞いたことないけど。エイミは同じ部署の派遣社員の子です。なるほど、派遣社員の子と浮気をしていたということですね。これは大問題ですよ。
これはちょっと一度持ち帰って処分を検討しないといけませんね。どうも社の風紀が乱れているな。これは対策も一緒に考えないといけないな。腕を組み悩み出す二人、夫は小さくなっている。我が社の社員が息子さんにも一致さんにも迷惑をかけて申し訳ない。いえ、夫のことに関してはプライベートの問題ですのでお気になさらず、こちらで処理しますので。会社内で起こった問題ですし、本当に申し訳ない。夫とエイミの会社での処分は決まり次第連絡します。では、今日はこの辺で失礼させていただきます。あと、連絡先をお伺いしてもよろしいでしょうか。わかりました。息子のことに関しての連絡は夫ではなく私の方へお願いします。秘書と連絡先を交換していると、なぜか社長が私もと言って連絡先を交換することになった。その間、夫は椅子に座りブルブルと震えていた。あなたは先に家に帰って、息子は私が連れて帰るわ。私からも話があるから、ちゃんと家で待っててね。はい、と返事をし、夫はうつむいたまま家に帰った。病室に戻ると、息子はいただいた一口羊羹をすでに半分食べていた。これ、めっちゃうまい。弾力があるのに、口の中でとろける。息子は目をキラキラさせながら報告してきた。息子のマイペースさについつい笑顔になる。帰る準備をしておいてと言い、私は退院の手続きをしに行く。入院費の支払いをしようと会計に行くと、お相手の方が支払われましたと言われた。どうやら社長が支払いを済ませてくれていたようだ。手続きを済ませ、息子を連れて家に帰った。夫はきちんと家に帰っており、息子を出迎えた。今日は念のため安静にしておきます。息子はそう言って自分の部屋に行った。さて、今度は私のターンだな。ちょっと、話があるんだけど。なんだ、俺は話すことなんてないぞ。あなたがなくても私はあるの、黙って聞いて。夫はしぶしぶ、私の前に座った。私、あなたと離婚するわ。明日、息子と一緒にこの家を出ていくから。何言ってるんだ？出ていくって汗もないだろ。俺がいないと困るくせに。新しく住む家は契約済みよ。必要な荷物もほとんど運び終わったし。あなたは必要ないけど。家から物がなくなっていくの気づかなかった？片付けをやる気になったんだと思ってた。それに契約って、お前いつの間に。でも息子は反対しているんだろ？父親と一緒に暮らせないのはあいつにとってはデメリットだしな。いや、あなたと一緒に暮らす方がデメリットなんですけど。息子は私についてくるって。新しい家が学校から近いって喜んでたわよ。いつから離婚を考えていたんだ？息子が生まれた時ぐらいからかな。実行するのに17年もかかっちゃったけど。実際に動き出したのは1年前からよ。息子に母さん俺のために無理してるんじゃないって言われて。気づかされたわ。あなたと無理に一緒にいることが息子には負担になってるって。息子のためにと思ってやっていたことが、息子を苦しめることになってたって、本末転倒よね。本当に息子の言葉がなければ私は間違いに気づけなかったんだろうな。息子グッジョブ。ああ、もうわかったよ。離婚する。一緒に暮らしながら離婚のことばっかり考える腹黒い女め。お前みたいな女はこっちから願い下げだ。それに俺に従わない息子なんていらん。お前の教育の失敗作だ。俺には必要ない。こんな考えの人と一緒に暮らしていたのかと思うとゾッとする。もっと早くに離婚するべきだった。じゃあ、これに記入して。私は離婚届を差し出した。夫は何も言わず、ささっと自分のところを記入して判子をした。あと、あなたとエミに慰謝料を請求するから。弁護士を通すつもりだから、後から連絡が行くわ。慰謝料を支払ってもらったら、離婚届を役所に提出するから。早く離婚したかったら早く支払って。どこまでも汚い女だな。わかった、払えばいいんだろ。これでもう終わりだな。せいぜい二人で頑張りな。今後俺に泣きついてくるなよな。夫はそう言い残すと、家から出て行った。次の日、私と息子は荷物をまとめこの家を後にし、新しい家へ向かった。それ以降、夫に会うことはもうなかった。新しい家で新しい生活がスタートした。息子はテンション高めでいつものように学校へ行く。私に心配をかけないよう頑張っているんじゃないかと勘ぐってみたりもする。それから社長とよく連絡を取っていた。なぜか社長は私たち夫婦の離婚に、ものすごく責任を感じているみたいだ。こちらは社長を責めるどころか離婚するきっかけを与えてくれたことに感謝しているのにね。社長は息子を心配をしてくれ、羊羹が気に入ったと話をすると、また一口羊羹を買ってきてくれたり。
慰謝料請求する話をすると弁護士を紹介してくれたりと何かと気にかけて助けてくれていた。そして、夫とエミから一括で慰謝料が振り込まれた。私は口座を確認し、役所に離婚届を出してきた。無事、離婚が成立。やっと夫から法律上も解放された。それから、夫とエミの処分が決まったようだ。エミはもちろん派遣の契約終了。その派遣会社からは二度と契約しないと言っていた。他何名かその派遣会社から派遣してもらっているが、契約期間が満了したら継続せず終了にするらしい。エイミ一人のせいで他の人が迷惑を被っている。それに、エイミのせいで損害を与えられたとして派遣会社から訴訟を起こされるかもしれないそうだ。どうなるかわからないが、自分で撒いた種だからちゃんと刈り取ってもらおう。元夫は課長から平社員へと降格し、秘書に転勤になる。本当はクビにしたかったが、お金がなくなると。人は何をしでかすかわからないから、左遷することで手を打ったと言っていた。二度と本社に戻らせず、昇格することもないそうだ。次、何かあったら会社を辞めることになるってさ。さあ、これですっきり。私も息子と一緒に毎日笑いながら過ごしています。また、何かあったら報告する。何もないことを願うけど、話を聞いてくれてありがとう。うわぁ、エイミの周りは不幸だな。同じ派遣会社だった人、とばっちりじゃん。万年平社員。昇給もせず十数年社畜として働くんだ。でも休みもちゃんと休めて、残業なしは羨む案件。ほんとだよな、給料上がらなくてもいいからその働き方がいいって人たくさんいるんじゃね。とりあえず、一致の幸せが続くよう祈っとくわ。一致、おつ。夫から解放された一致。このまま毎日幸せに過ごしていると思っていたが、2年が経った頃、一致から報告が入る。ごめん、ちょい報告させてくれー。息子が交通事故を起こした時に夫が浮気してた話を覚えている人いるかな？一口羊羹の息子さんかな？息子がスイーツ男子の人？そうそう、その息子を持つ母親です。垂れ流していくから聞き流してくれ。元夫は私と離婚した後、浮気をしていたエイミと再婚したんだ。浮気中はあの元夫がエイミをお姫様扱いして何でもしてあげていたそうなんだ。エイミは結婚しても元夫が何もかもしてくれると思っていたんだろう。それが、いざ結婚してみたら手のひら返して元夫が亭主関白を前面に押し出してきたんだって。それに左遷された先は元夫の地元だったから、結婚した後は実家に同居していたんだけど、元夫の亭主関白と乙女の嫁いびりに耐えられなくなり、エイミは離婚届を置いて家を出て行ったそうだ。元夫は会社内で浮気相手と再婚したということであまり評判は良くなかったらしいが、その再婚相手も家を出て行ったということでかなりヤバいやつ認定をされていて、他の社員から腫れ物を扱うような対応をされているらしい。そんな元夫からこの前、電話がかかってきたんだよ。電話の内容は、元夫が復縁を希望するものだった。お前は俺にとって必要な女性だったって気づいたんだ。俺の大事な息子を育ててくれてありがとう。だから、いつでも息子と一緒に帰っておいで。俺は何も起こってないから、気にしなくていいよ。要約するとこんな感じのことを言われた。あまりにも気持ち悪すぎて、全身全霊で拒否したよ。それでもぐだぐだと自分の思いを語っていたからあることを教えてあげたら、速攻で電話を切られたわ。それから電話はかかってきてない。ほんと、あの電話は何だったんだろう。元夫はなんで自分は悪くないと思って話せるんだろう。離婚の原因は全部元夫なのにな。要約した言葉を聞くだけでも気持ち悪いのに、直で聞いた一致はもっと気持ち悪かったんだな。それにしても、一致は元夫に何を言ったんだ？それは、私が再婚するということを教えてあげたんだ。来月入籍する予定。まさか自分がまた結婚するとは思ってもなかったよ。相手は誰？息子も知ってる人？実は、相手は元夫の会社の社長さんなんだ。いやー、いろいろあって、こういうことになりました。息子は県外の大学に進学し、一人暮らしを始めたんだ。こっちに私を一人残していくのが心配だったらしい。だから結婚するかもって話をした時は、すごい喜んでくれて、これで俺も安心だって言ってた。お前は親かって思っちゃうけど、それぐらい私を大切に思ってくれてるんだよね、ありがたいよ。そんな矢先、また元夫から実家に手紙が届いた。結婚したら全部家事をするって言っていたのに、エイミはその約束を破って家を出て行ってしまった。罰2になったことで、会社や近所の視線が冷たくなった。
最近は他人の視線に耐えきれず、会社を退職することになったんだ。俺はもう十分罰を受けたと思う。だからもう一度お前の可愛い顔を見せてくれ。結婚記念日にお前と、よく行った思い出のレストランで待ってる。元夫の愚かな手紙の内容に開いた口が塞がらなかった。元夫よ、結婚記念日は2ヶ月前に終わったんだが、1年後ってことかな？それに元夫との思い出のレストランは、だいぶ昔に潰れたんだけど、どこで待ち合わせるんだろうね。最後の最後まで元夫はバカな奴だな。エイミとの結婚記念日と間違えているのかな？元夫が会社を辞めたということは、一気に突してくるのではないかな？その辺に関しては大丈夫。実は明日、夫が海外で新事業を立ち上げるそうで、一緒に海外に引っ越す予定なんだ。元夫は高所恐怖症なので、海外に突することはできないので大丈夫。幸せになれ、ってもうなってるか。一気落ち、報告ありがとう。息子さん大学生か、子供の成長は早いな。その後、一致からの報告はなかった。このスレが必要なくなったということは幸せな日々を過ごしている証拠だ。息子の交通事故が元で、夫の浮気が発覚。夫の一致に対する態度には驚かされたが、もともと離婚するために動いていた一致には夫の浮気は嬉しい誤算だったのかもしれない。夫とはあっさり離婚でき、社長と再婚する一致。捨てる神あれば拾う神あり。人生とは何が起こるかわからないものだ。今回も、最後までご視聴ありがとうございました。